山彦。山彦とは、東日本旅客鉄道、JR 東日本が、東北新幹線の東京駅、那須塩原駅、郡山駅仙台駅、森岡駅間で運行している特別急行列車で、ある。本校では、東北新幹線で運行されていた、青葉及び、東北新幹線開業前まで運転されていた、在来線特急、山彦についても記述する。 新幹線の山彦は、1982年6月に、東北新幹線の開業の際に、東北新幹線における速達型列車、東海道、山陽新幹線における、光に、相当として、運転を開始した。1994年7月には、e、E1 系、MAX の営業運転が開始されたことにより、 この車両を使用する列車は、マックス山美子の列車名で運転されていた。一方、東北新幹線の各駅停車型列車、東海道、山陽新幹線における、小玉総統については、青葉の名称が与えられた。開業当初、青葉は昼間時間帯は、大宮駅仙台駅以南での運転となり、仙台駅森岡駅間については、 山彦が各駅に停車することで代替とされたため、下りの始発列車と上りの最終列車のみに、青葉の名称が使われた。1994年の E1 系営業運転開始時には、青葉にも投入され、マックス、青葉の列車名で運転されていた。1995年に、青葉の運行体系が見直され、首都圏の近距離新幹線列車、 東京駅ナス塩原駅間を各駅停車で運行される系統がナスのマックスナスのとして分離され青葉の本数が減少さらに1997年10月の北陸新幹線高崎駅長野駅間先行開業に伴うダイヤ改正を機に列車名の体系が見直され青葉マックス青葉を山彦マックス山子に統合し東京駅仙台駅 森岡駅間を走行する列車は、速達、各駅停車タイプを問わずに、山彦として運行されるようになった。その後、2002年12月1日の東北新幹線、八戸延伸時に、新たな速達列車として、早手が、2011年3月5日の E5 系、投入時に、さらなる速達列車として、早草が登場している。八戸、 新青森方面への延伸を機に、山彦は東京駅仙台駅、森岡駅間を走行する新幹線列車に列車の性格が改められた。在来線でも山彦が運転されていた時期があり、1959年に福島駅森岡駅間の準急列車として運転が行われ、1961年には青森駅まで運転されていた。 1963年に一度廃止されたが、1965年に東北本線森岡駅まで電化の新調に伴い、翼の森岡駅発着編成を分離して山彦の名称を与えた。その後、1982年の東北新幹線開業に伴い、山彦の列車名は新幹線の列車で使用されることになった。 一方、青葉も1971年から1975年の間、仙台駅や北駅間を東北本線、北上線を追う本線経由で運行する特急列車の名称として用いられてきたことがある。東京駅福島駅間で翼と並結運転する列車と全区間で単独運転を行う列車がある。2002年12月1日に、 速達列車を最速達列車、早手として分離。これにより、速達列車に設定されていた、小町との並結はなくなった。なお、2005年12月10日以降、日中時間帯の下り列車において、仙台駅で同一ホームにて、森岡行き、山彦と新青森秋田行き、早手、小町との乗り継ぎができるようになった、一部例外あり。 東京駅森岡駅間の列車は、定期列車の全列車が、仙台駅森岡駅間の各駅に停車する。ただし、臨時列車では栗駒、高原駅、水田区江差市駅、新花巻駅を通過するものが設定されることもある。また、かつては、翼、または、小町を並結する、山彦で、大宮駅を通過する列車も存在したが、現在は、すべての山彦が、 大宮駅に停車する。新幹線総合車両センターに所属している E2 系及び E5 系、JR 北海道函館新幹線総合車両所に所属している H5 系、秋田車両センターに所属している E3 系及び E6 系の5車種が使用されている。E5 系、H5 系は重量編成で、6両編成の E3、 e 系を並結した16両編成、E6 系を並結した17両編成で運転されている。単独で運転される列車もあるが、最高速度はいずれも時速 275km となる。E5 系、H5 系で運転される列車、仙台駅郡山駅間のみ運転する290号を除くは、グランクラスの営業も行われる。導入当初は、 早朝深夜の一部の列車に限り、座席のみの営業であったが、後日の通り2016年3月26日以降は、東京駅森岡駅間直通列車を除き、座席のみの営業になり、該当の列車では、割安なグランクラスの料金が適用される。223号のみ、H5 系が使用され、E6 系を並結する。E3 系は6両編成、秋田新幹線の初代、 小町編成で E5 系と並結して16両編成で運転される。E2 系は10両編成で山形新幹線、翼を並結する場合は東京駅福島駅間で17両編成の運転になる。かつては200系、E1 系、E4 系も使われていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。